ということで茨城ですね。久しぶり。天気いいっすね今日。天気すごい。東京さ雨降ってたからさ嫌だったんだけど。いいね、絶好のパチスロ日和。今日はいいよ。今日秘書法あるんですよ、ね、秘書法ある。なんかつぶやいてましたもんね。そう、じゃあ先にネタバラシしていい？今日抽選必勝法の話。ああ、あのね、必勝法はないのよ。いや、何がっかりした顔してんの。違う、単純に引けてるの最近。あ、そうなんですか。そうだ、今まで俺本当にゴミじゃん抽選が、はい、で逆にそうプライベートで俺抽選ってあんまやんないけど、たまにさピロタと前さチャリでさ爆走してさはしごしたじゃん抽選。しました。あの時も俺両方ケツから一桁ぐらい引いたじゃん。バグってました。え、全部やり直し。いや、今これずっと見てたんで急にになったんですよ。これガチです。俺の嫁だよそれ。何ニヤニヤしてんの。なんて覚えてんすか。いやいや、それ言わない。それ教えてください。いや、うるせえな。じゃあじゃあなんだよ今日負けたら、うん、なんて呼ばれてるか教えてください。ああ逆にね。はい。いや、俺ちょっとそれ本当に嫌だね。絶対教えてくれないじゃないですか。うん、絶対嫌だもん。あ、でもこれ P 入れないといけないから視聴者に伝わんねえ。いや大丈夫、名前とか本名は絡んでこない系だから。あ、マジっすか。あ、じゃあいやでもそれでなんかコメント欄とかにそれで煽られたら俺ちょっと本当に怒っちゃうかもしれないから。怒っちゃうっていうか、ここなっちゃうから。いやいや、それは絶対負けられないというか戦い始まる。なんで大事なとこ噛むの。じゃあそれでお願いします。セバ新章でピロタいなかったじゃん前回の収録から。 新しい番組タイトルになって、でさらに今日大事な重大な報告があって、前回なんだっけな、前回の収録で新しい動画のタイトル、スロットマンジ旅っていう名前をつけてみたんだ。でも過去仮って言ったのちゃんと、過去仮だけあってシーズン1前回第1話ですよ。第2話にして重大な報告があるんですけど、番組タイトルが変わります。パチスロマンジーやつに変更しました。でまだカッコから一応つけとこう。もっといいのが出るかもしれない。だって誰も協力してくんないの。で、あの後やっぱちょっといろいろ考えたらパチスロマンジーやつ、スロマンとも略せるし別にマンジーやつでもいいし、でもうその日一日の収録でやっぱまあ最優秀マンジー賞じゃないけどマンジーやつ、今日のマンジーやつはっていうのをちょっと決めていくっていうのをちょっとやりたいな。そういう感じでやっていきたいなということで、第2話なんですけど、第1話なんと勝利、今勝率 100% だからね。前回はプラス600何枚、6打ってなんだけど。でもすごくない？ 119% の6を打ったんで第1話で、今のところ6積もり率 100% 勝率 100%。 今日第2話は、まあ、今から抽選なんで結構来たね思ったより。一番最初とかはね正直大丈夫かなと思ってたのが今もう結構、これ何4000人ぐらいいるんじゃん。4000人弱。先が見えないっていう感じで行くんで、どこにマンジーやつが潜んでるか分かんないから、一挙手一投足ね。別に俺だけじゃないから、必ずも俺が今日のあれになるかもしれないし、台かもしれないし、お店かもしれないし、別の何かかもしれないから、ちょっと目離せない。とりあえず今結構まん、結構まん、強くない。直近の俺の抽選3番。前回シーズン第1話スーパースタート切ったんですよ。そうだよ、本当に抽選勝って積もって勝ってで、本当に全てが勝ってる。第2話でつまずくわけにはいかないから、パチスロマンジやつマンジ抽選行こうか。マンジ抽選行きます。いいよ、ガイも死んだっぽいな。いいぞ。まず本当一桁の早い方行きます。なるほど。 iPhone11 どうですか。いやいや、 10S な。11じゃねえか。どうすか。どうすかじゃない。シャキーン、ゴールドにしました。あ、ちょっとピンクゴールドっぽいですね。まあもともと iPhone ってローズゴールドとかじゃん。あ、なんかね別に変わんない。変わんない。まあまあそうじゃん、今まで6と 6S とかもそうだったじゃん。変わんないよね。フェイス ID どうすか。フ
フリースタイル DM 別にちゃんと開くよ。なんか違いあります？ないない、全然全然ない、全然ない。おはようございます。今のところ野村さん、吉田さんあり、あ、小菅さんもあり、おはようございます。野村さん可愛いですね。ですね、今のところ3の3で、これ茨城のいい、トップベスト3ぐらいあるね。こっちから行くか、絆が見えてるところで埋まってて、こっちはで、この側壁の絆が、あ、ほぼ、あ、でも開いてる、あ、今埋まったね。この辺にバン3、ここ、あ、ハーデス、あんじゃん、ハーデス開いてんじゃん、内カード、あ、外カード、あ、ない、じゃあど真ん中行ったるか。グラフ、グラフ、死んでる、どっちだ、こっちだ、こっちだ、あざす、うん、これそれっぽいこと言っていい、へこみ台の上げ狙い、それっぽいこと言いましたね。え、それっぽいこと言いました、ね、それっぽいこと言いましょう。ということで、アナザーゴッドハーデス奪われたセンスバージョン、久々な気がする、久々な気がするよ。まあ設定、あ、でもどうだろうね、ハーデス設定で行くかどうするか、風なし、お、フェイク、風、いいね、右上がり、風、いや、これさっきのフェイクのやつが落ちてなければもう天国なんだけど、よし、当たってていいよね。プッシュステーチェン、天国以上、オア本前兆、当たっててほしいな、いい、もう一回、あー、マジか、当たってない、あー、あるね、あるね、もう一回、よし、さすがに早い、52ゲーム投手2本、いや、あるわ、このハーデスあるわ、完璧、めちゃくちゃ綺麗に刺した。さあ、ファーストインプレッション、はい、80、60、初期ステージ大事よ、おし、真ん中、いい、ここまでとてもいい、島で最初の当たり、気持ちいいね、扉、いや、俺上乗せ苦手なんだけど、今日やれてるわ、もうすでにやれてる、うわ、下バネ消えた、うわ、デジャブか、ゴー、あ、下バネ消えたらデジャブだっけ、ちょっとデジャブにしては豪華すぎるな、まあ60スタートにしてはよくやった。さあ800、さあ4枚目ですな、お金、俺そんな、俺ハーデスの天井全然好きじゃないから、あ、リプレー、奇数転敗したし、ワンチャンみたいな、ワンチャンみたいのないかな、これ4だから1004ゲームでしょ、あー、風吹かな、7出てるし、お、あー、こっちか、お、いや、さすがに、はい、あー、あー、よかった、1021、
まああのジョーダンリップかな。天国臭くはなかったよね。でも通常ぐらいのデミはずっと出てたから。ただその後もフェイク引いて中段リップ引いて、まあまあええわ。1021ゲーム投資が35,000円で、まあゴリ1000とはいえゴリゴリの1な感じはまだしてないから、まあただまあゴリゴリの6かって言われたら全然あれだけど、まあ許容範囲ぐらいのモードの動きの気配がしました。丸、79。ということで2台目横で見てて、この台は朝一、まあ、ちょっとハマったって言っても500ちょいか、500ちょいでダイヤ2連から当たってペルセポネブンブン回して出して、で AT 抜けで多分天国雑誌みたいな感じでサクッと当たってやめてる台。なんかプレミア系みたいやな。これあのハープ。ハープ。はい。その演出あるらしいんですよ。でも楽器が出てくる。はい。おおマジで。いやなんかふわーんって出てきて、そのなんだっけ。マジでそんなん聞いたこともねえよ。はい、俺もなんだっけ前の代。あ前昔のゴッドシリーズ。はい、昔の。そうそうそう。ハープ。えマジですマジです。なーにこれ。すごいね、割と一瞬というかちっちゃめの、うん、アポロンの盾ごと。へえ。すごいね。どうなんだろうね、ゴッドなのかな。あこれは今の動画本前兆です。あ本前兆で出んの。もうハーでさそれがあるからな、はい、俺カクカクかと思った。さすが極角はないかなと思って、ハーデスのことだからまあ確定役格かと思ったらまさかの、まあ当選確定。うわそれはちょっと違うね、さすがにプレミアでそれはちょっとメジャーめちゃくちゃ出現率低いんじゃん。本前兆中のだって見た聞いたことすらなかったもん。俺もですね、どんだけなんだろう。で槍の上位互換ってことだよね、言ったら確定役も期待できて、ね、本前兆もウーハー乗ったよ今。俺でしょ今ブーっつったよ。マジか。マジっす、マジっす。え、鳴ったと思うのよ。あ、でもなんかあっちでデジャブしてる。え、俺じゃない今ウーハー鳴ったの。ほら、いやお前ウーハー鳴ったじゃん今お前。くそほら、でもまあ当たってるでしょ。ちょ今の良かった。ウーハーはかん、いやさすがに 7V7 ってリーチ目とか7ハサミ。ああ、え？それは謎かな。よかった、でもウーハーが勘違いしなくてよかった。341ゲーム投資がトータル47,000。ちょっとでも縦ごとの話でちょっと見逃しちゃいましたね。見逃しちゃった？あ、はい、お前カットする気だ。違う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 。何それ見逃しちゃいました。何を聞いてたか。あ、いやでも特に、え、じゃあ覚えてます。いやチャンス名をちょ、でもチャンス名から20とかではなかった気がするけど、まあ見直しときます。っていうかウーハーでお前7止まったらさすがにさドヤ顔で台にしたからね俺今。あんまなくない、はい、このドヤ台にっていけーの台にはあるけど、ほらっつって7止まった時点でもうマジかー。あーでも感じ取ったことが良かった、はい、シンプル。なんか飲み物取ってきます。そうね、お茶かフラッグで。せやな、ちょっとパチスロマンジーやつ2話目にしてもう最終回の危機を今迎えてるわけです。もうだってお金が あと俺1万円であと13,000円しかないです。そういう最終回。いやいや、そういうも何もそれはパチスロなんてお金がなきゃ打てない。まあ、今日初の中断期なの、定格中断期間614ゲーム最後の1枚は8枚目やべえだろう。どうして。
あーもう最悪、もう最悪、もうブラックコーヒーがもうここにこうなってこうなって、もう今日白の T シャツでブラックコーヒーがもう口元からこぼれ落ちて、もうこれダメじゃん、もう本当にもう最悪。ああもうこれで今日一日過ごすんだ。もうコーヒーなんかもう、なんでピラタコーヒーなのマジで。前掛け必要でしたね。本当だよマジで。お揃いの前掛けで娘のやつを持ってこないといけなかったもう。折ったか、今の茶目であれしたか、まあいいや、いいや。杖、リップ否定、それ右、とりあえずテンパイしつつリプレイはテンパイしない。3で下段キナナ、おーい、やった、完璧だ、よし、完璧だったね。今842ゲーム、投資7万5000円でござる、ヘルゾーンから。二角っていうの忘れた、最近巷で話題の二角ってやつ忘れた。この AT の伸び次第ではもうちょっとこの台打てる。やばいよ、シンプルにやばいよ。もったいねえよ、もったいねえよ、15枚100ゼロだよ。一番下か、レア役ゼロ回、はい、なるほど、7止まんねえから。あー待って、これ熱くない、これ熱いよね、これ熱いよね。うわーマジかよ、いや1ゲーム目巨大化外れはマジ熱いと思うんだけど、しかもなんならレイクも3発引いてる、右上がりも引いてるし、20でしょ、そろそろちょっと煽ってこないと間に合わねえんだ、だけど。はあマジかよ、もういやらしすぎん、あの兄弟かマジいやらしいやん。まあガセ前兆なのか、ただのさっきあったようななんでもなかった、状態もまるで良くない。設定的な意味でやっぱやめるときのさ、なんか人によってさ、いや今日は俺もうやれねえからやめるみたいなあるじゃん、はい、俺それ反対派なのやっぱり。ああ確率というか、うん、別に、いや確かにここまでやれてないという事実はあるけど、それと今後の今日これからが何の影響もないと俺思ってるから。ただシンプルにまあこの台はないという理由でやめるのは全然、うん、やめよ、やめます。何打とうかな、でもなちょっとコーヒーこぼしちゃったかな、コーヒーこぼす日ってね俺ってやダメな日なの。さっきの話はよかった、ピロタがやっぱそうっすよねみたいなこと言ったらどうしようかな。あ結構勝ちボコにやられてる、その金額的に。今いくらでしたっけ。7万5000円で200枚だからもう7万負け、厳しい、超厳しいよ。ということで、あの今絆打ってる人が近くの台で6っぽいバジリスクが開きましたよって教えてくれたんで、はい抑えました、6っぽいバジリスクを打ちましょうということで、6っぽいバジリスクを打ちます。
2400ゲーム、22-14プラン、ずっとぐにゃ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 してギリギリプラったところで今やめていったということでしょう。ねえねえピロタ、ピロタ、なんだと思う？なんだと思う？なんだと思う？つまんない。違う。じゃあピロタさん。ああ、お金ないじゃん。お金貸してください。1万円で。85本入れた。今日の俺の所持金は8万5000円が、ただいまの時刻、1時7分です。4時間7分で消えてなくなりました。ピロタさん。1ですか、1。だから9号でしょ、今。9号でしょ、今。よし、ピロトさん、お金を貸してください。所持金0円、こっからのサラバン。行きましょう。10万6000円目ですね、これは。よし。とりあえず共通ベル数えれば大丈夫。あ、白フラ。白フラ。今お弁当で降格行って、これ降格弱者の可能性あるよ。白フラ降格弁当、弁当って対決行かなきゃない、普通当たったら青ですよ。青じゃない、青じゃない。お、3つ目まで行ったんだけど。あ、でもなんかこのチキンが、うわ、弁当解除じゃん、弁当解除じゃん。あ、ってこと、広角弁当解除じゃん。ってことはこれ貯めたら、なんだっけ、長番だっけ。はい、通常時は長番だよね。うわー、いっぱい来い、いっぱい来い。あー、あと3個。あー、ああ、青だ。惜しい。あ、なんかやってる。まあいいわ、ダイトもやってる。わあ、もったいねえ、もったいねえくねえ、うめえよ。よし、これはじゃあやっぱレディーファースト。お、チャンス目じゃん。ああ、紫フラッシュ、あー、真ん中か。これの強い組み合わせが分かんないけど、これが強いのは分かる。いやー、いった、やったー。この組み合わせは知らないけど、もうこんなんどう考えても強いよね。あ、また行く、爆弾だっけ、稲妻。あ、いかない。これいただきラッシュと上乗せか継続と、ここで継続がジャスティスだよね。お、チャンス目。あ、わかんない、継続。このラッシュ取っていいよ。あ、お前、あ、まだ継続あるよね、これここで。あ、ない。あ、ここ第3だったわ。ダッサ。よしよしよし、ちょっとダサいね、第1かと思ってた。やべ、初心者出ちゃう。おお、普通で継続しねえかな。おお、そっちか、7ぞろいね。第3停止まであるから。ああ、この音ややこしいよね。よし、ボーナス60ゲームね。これだから天国行ってた時にゲーム数が、これだからマジで理想のスタートだよ。あとこの間もゲーム数進んでんのがでかいよね。ここだけだよね、サラバンは。そう、この間あのちゃんとゲーム数進んでんのよ。ああ、あった、誰がいた。もう苦手なやつでとことん行こう、ここは。もうマジで俺これ鳴らないで有名なんだよね。やったー、これ鳴るの。ちょっと、ま、あ、ジャッキー、
うわうまうまっ俺初めてに近いからねあれ言われんの本当に鏡できないできないニオウケイキやっちゃったああやっぱこの苦手意識を何とかしないと本当にできる気しないから、ね、ああ滑るえボーナス絶頂だマジっすかすげえ絶頂だ5だ5これか不安って太陽かつかないああもうだからこれマジゴミだからもうナビ出たらゴミだもんよしよしああ弁当かまあまあまあいいよこれおおいったよしこれをいっぱい引きゃいいそうそうそうナビ出さなきゃいけないうまくないあよし青が来るといいんだよねよしおお超えたああでこっからだよねこっから2択だっけああうわーよかった共通ベルだったよしよしああ緑色してるうまいな俺うまいなうめえうわ赤いよめっちゃ点滅してるよこれえいベル引かなきゃいいんだなベル引くと2択になっちゃうからあーあああいや力でしょあああれすごいっすあれすごいよね多分すごいっすねえあそこもう一回成功してたらワンチャンあったねさらにあこれ全長じゃないのいっぱいいましたねえ、これ全長じゃないの？ああ、そうだ、2本も忘れてた。ああおすめる忘れてた。よし、まだある。驚き入ります。あ、いっぱいいる。あ、だ。おすめる1の1。ただこれ超むずくない？やっぱシンさんの動画見てて思うのは、あの人2本も上手すぎじゃない？本当にむずいこれ。よし、降ってきたよ。ああもうラストジャッジじゃんラストジャッジアローサラバン共通ベルお6で26分の1ですね1で29分の1今24分の1なんでじゃあ続行しよう続ける理由が欲しかったマップ解除は本当にこれだもんねこのそれがよく分かんないですけどちょっとゼロから教えてもらっていいですかいやマジで知らないです
まあ、普通にマドカみたいにゾーンがあるわけじゃないんですか。ゾーンがあるんだけど、マドカの場合は規定ゲーム数が、そう、あのボーナス終了後にもうすでにモードを参照してどこで当たるか決定してるわけよ。でも、はい、それは分かります。そこでしか前兆が出なかったら当たってないことが丸分かりだから、とりあえずガセ前兆は出しとこうぜみたいな、はい、っていう感じだけど、サラバンに関しては要はボーナス終了後の時点でどこで当たるかは決まってないわけ。モードは決まってるけど、で、だから言ったらボーナス当選高確率状態のゾーンってイメージ。だリアルにそこでマイゲームのレバーでその一定ゲーム数400から何本までみたいなところで抽選してて、はい、でマップ解除っていうのを行ってる。だからレア役化するみたいな、だからあの男女屋敷の絆の兆候みたいな感じ、いわゆる謎当たりをここで抽選してますみたいな。じゃあ400から何歩までっていうのがあって、でただサラバンがなんかあの、あ、これ前兆じゃない、じゃあ本当にゾーンなんですか、うん、本当のその当たりやすいゾーン、うん、だよ、下手なやつだったら悪い点って、下手なやつだったらもう200、400、600当てれずに結局天井まで行っちゃう、自力で当てれませんでしたがあるんだけど、逆に言えば上手いやつだったら、まあ、800が選ばれてたからとかじゃない、200で毎回当てれる。 AT 中は？ AT 中も同じ、当然そのマップ解除システムだから20で始まったよね。だここで行かなかったら結構いいんだけど、まあ行くんだ。で短いやつが選ばれる、花見かな、 あとこれで最後よって、なんだっけあれ、お弁当食堂、ああそう、だこれは3ゲーム続けば多分当たる、これが続けばいいけど多分これで負けるっていうやつ。31で基本終了だった。山奥にあるお寺が天津所っす。真理の扉開きました。真理の扉開いたせいで持ってかれた、こんなはずじゃなかったんだけど持ってかれたわ。これで決着つけようぜ、これでこれ決着つけます、これで決着つける、大丈夫か、ええ、大丈夫、大丈夫か、はい、行くぞー。ああもう結局これ出ちゃうんだ。966ゲーム、投資12万ジャスト。お？これ3個ぐらいはつくよね、2個か、最低2個か、6個いけ。ああ。レディあ、鏡ステージ。あれ、サスケさん、どこ行った？あれ、サスケさん。なんだよ。エンディング撮らないと。もうエンドだよ、エンディングじゃなくて。エンド、ジエンド。タイプジエンド。おかしい。おかしい。どこ行ってたんですか？どこ行ってたじゃないよ、もうだっておかしいよ、ディスクアップまでにやられたの分かる、ピロタ分かる。ハーデスやったじゃん、でだって俺今日の俺は本当に悪いけど悪いことしてません、で俺は引きが悪いって言ってもピロタはそんなことないですよみたいな謎のフォローハーデスでダメ、隣はグイグイ乗っける、で設定力っぽいバジリスク空いてますよって言われて、全然どこがどこですかってなる、で設定力っぽいサラリーマン番長あるなってなる、いやなってねえけどな、もうでも何もない、何もない、でディスクアップ14万5000円もうせ満じ満字満字やつとは誰だったんでしょうか、何だったんでしょう、
な。でももう本当に真面目に言うんだったら今日のマンジはもうあのバイブ 7V7 あれで全部決着したと思う。あれ777だったら全部変わってるよ、全てが。もうあの 7V7 とあとこのコーヒーだから、どっちかだよ。もうここにコーヒーこぼれたのと 7V7 がほぼ同時ぐらいだった気がするんだけど、覚えてないけど、もう過去最高レベルじゃない、14万5千だよ。しかもあれだよ、ちょっと眩しいな今日だって上がったの7時とかじゃなかった。そうですね。どうしてかな。だってディスクアップだってさ、だからディスクアップの1万5000目押しの練習台と思えばいいけどさ、こっちはさ数少ないビッグボーナスで目押しの練習してさ、8割5分ぐらいいけるようになったなって言ってる横でさ、右のおっさんまさに親父打ちでデデデデデデっつってさ、デデデウってなってんのに余裕で順押し決めてさ、17ゲームぐらいしか DJ ゾーン取ってなくてプープーって思ってたら、いやーその17ゲームでしっかりボーナス連打してさ、結局なんか200ゲームぐらいになってるし、もうさふじゃないよピロタ。もうパチスなんだっけ、パチスロマンジやつ第2話シーズン1第2話ジエンド。そういえば、うん、何あれ覚えてます。いや覚えてねえ覚えてねえ、バカお前そんなんよく言えたな、よく言えたな、15万だぞ、よく言えたな。いや覚えてますよね。え覚えてない覚えてない。次回チャンス、次回に続くみたいな感じでまとめて終わって、これ本当にちょっともう次回に続くみたいな。まあ、もう本当にこれ以上俺にもうやめて、お願いもうちょっとピロタお願いお願いっていうか、じゃあ逆に言うよ、金返さねえかんな。